ありがとうございます。最後に寝る前に動画を撮っておこうと思います。羽生結弦選手がね、いい演技をすることによってですね、世界はまた明るくなると思います。ショートプログラムね、終わった後にちょっと、いろいろ負の感情というか、負の感情を、さらにこう生まれてしまうようなね、悪いニュースが続きましたよね。もちろんドーピングの話もありますけど、穴ぼこをつけた犯人探しの件とかね、なんか、その情報も嘘かどうか分かんないし、本当かどうか分かんないし、そういったことを全部含めてかなりこうネガティブな感じになったわけなんですよ。で、そういった一連のこととか、羽生選手のこうスピリチュアル的な部分っていうのをね、やっぱ考えると、羽生選手がやっぱりいい演技をしないと、このね、負の連鎖っていうのは断ち切ることが難しいと思うんですよ。だからぜひね、羽生くんはね、今回いい演技しますよ。いい演技して、すごいいい演技して、またこの負のオーラというか、負のネガティブな感情っていうのは今生まれてますから、この感情を、解放するためにはですね、羽生くん自身が、もうこれは俺がいい演技をするしかない。そういうふうに多分思ってると思います。そして実際に羽生選手がいい演技をした場合ですね、全ての負の感情っていうネガティブなとこっていうのは薄れていくと思うんですよね。今回オリンピック全体がですね、ちょっとカオスにもなってます。もうなんならですね、北京オリンピック途中でね、中止にしてしまった方がいいんじゃないかと言っても過言ではないくらいのことが続いています。殺害予告のね、話もあります。あれも本当にね、もうびっくりですね。先ほどコメント見て真相が明らかになりましたが、なんか他のその記事とかね、その情報番組ではね、出されてましたから、もう驚きですね。たくさんの方がね、動画を見てね、いるということもありますが、かなりこう一般には広まっているわけですね。で、これが本当かどうか、もう本当にこうかなりこう衝突が始まっていて、本当じゃないのに報道しちゃってる可能性もあるし、本当だったら余計に良くないし、その真実は分かりませんけれども、混沌としてます。そしてワリエワの、ドーピングの陽性のことについてもね、なんか出てきちゃっていて、それも本当かどうか分かんないっていうね、カオスになっていますし、もう何もかもがね、もう全てがもうカオスなんですよ。もう誹謗中傷はすれば、殺害予告をするっていうことを言ってるっていう競技の事実を言ってる可能性もあるっていうね、こともあればですね、もう本当ね、カオスになってます。フィギュアスケートを超えて、高梨沙羅選手の件とかね、それから大回転のパラレル大回転についてもね、ジャッジがちょっとおかしかったりとか、もういろんなね、ことが起きています。そもそも論として、今回新型コロナによってですね、出場がね、できなかったと、途中でね、出場ができなかった選手がいます。ヴィンセント・ジョーとか小平田くんとかね、いますよね。で、そういった一連の流れから見るとですね、本当に負の感情というか、この北京五輪ね、もうやめた方がいいんじゃないか、今すぐ中止にした方が健全なんじゃないかってね、思ってしまうくらい、負のネガティブなオーラっていうのが僕すごくあるなってすごく感じるんですよ。でもですね、これを変えることができるのは誰かというと、羽生くんですね。もう羽生くんがいい演技をするしかない。申し訳ないですね、ネイサン・チェンのいい演技期待します。もちろん他の選手のいい演技期待しますが、もちろんね、切磋琢磨するっていうのはありますが、羽生選手が少なくともいい演技をしないと、この負の連鎖っていうのは立ち直らないと思うんですよね。もうこれすごくね、すごく思っています。やっぱこうオーラがあるというか、そういう感じがするんですよ。なんかこう世界がなんか包まオブラートにこう包まれているっていうか、なんて言いましょう、そうね、そういう感じがするんですよね。波動があるっていうかね、そういう感じがする。だからね、羽生選手がいい演技をして、この負の連鎖を止めなければ、北京五輪全体がですね、ちょっと本当に、冗談抜きで本当にネガティブな感情がどんどん芋づる式にこう溜まっていっちゃう可能性があるんですよ。